仲のいいい夫婦にしかかわらないこと皆さんこんにちは。今回は2022年11月仲のいい夫婦にしかわからないことのトピをまとめました。仲良し夫婦の秘訣や本は買えピソードもあるよ。それではどうぞ。冷め切った夫婦にしかわからないことというトピックがありますが、客もあるのかなと思って立ててみました。仲のいい夫婦にしかわからないことを語りましょう。 来世でも絶対夫と結婚したいと心底思っている。まだ13年目ですが、私も思う。嬉しいことは2倍、悲しいことは半分ほんとこれ、冷めた夫婦の方が友達には多いらら方だけど、うちは仲良くてわざわざ呪けたりはしないけど、一緒に旅行行ったとか一緒にゴルフしたとか、近況話す時に行ったりする。するとまだそんな感じなんだ若いねえ。まだ旦那と一緒になんかして楽しいんだ。 うちはもうそういうの卒業、みたいな空気感出されるのがすごく嫌。うちは死ぬまで一緒に過ごしたいのに、余計なお世話だわ。わかります。うちも40代で夫婦2人で旅行に行ったり、キャンプに行ったり、ディズニーランドに行ったりしているんだけど、職場で旅行の話をすると、誰と行ったのと聞かれ、夫と,と、と答えるとえ、ってびっくりされる。羨ましい、って反応はまだよくて、ありえない。 と、呆れ顔する人もいて、私はそのリアクションにびっくりしてしまう。旅行なんて夫婦で行くに決まってるじゃんって私は思うのだけど、夫となんて絶対に行かない。って人もいて本当に多種多様だなと痛感。わかる。旦那と行って楽しいって言われるけど、私は旦那が一番気楽で楽しい。友達と行くと疲れてしまう。 両方味わった。一昨年まで私が冷め切ってて離婚も考えた。旦那が病気をきっかけに変わってめちゃめちゃ仲のいい夫婦になった。今後冷めることはないと思う。冷め切る前は仲良かったのもある。お互いのために変われる関係なら長続きすると思う。お互いにしかわからない造語やニックネームがある。夜子供が寝てから帰ってきて、その後ずっとおしゃべりして、深夜になってもまだ寝たくないなって思う。 この時間がずっと続けばいいのになぁと思いながら10年過ぎた。妊娠して、夫との二人の暮らしが終わるんだと思うと妊娠後期は寂しくてずっと泣いていた。でもいざ子が生まれてみたら、さらに素敵な世界が広がっていた。大好きな人と血を分けた愛しい人が一人増えるって、本当に幸せなことだったんだと今は思ってる。わかる。私も今5ヶ月の娘がいるんだけど、旦那にそっくりで可愛くて仕方ない。 夫婦で寝る時間が被った時に子供の寝顔を見て静かに可愛いね。って言い合ってます。主服の時間。結婚10年目なんだけど、夜の回数を仲のいい友達に言ったら新婚か。って突っ込まれた。同じく10年目なんだけど、どれぐらいだと新婚レベルなんだろう。うちは週に1.2回くらい。十分多いと思います。仲はいいんだけど、これだけはあまりないんだよね。年に片手あるかなってくらい。 まあ、それに対した不満もないからうまくいってるんだけど、旦那が帰宅するとは慌ただしいけどなんだか安心する。そして週末が楽しみ。両親がずっと仲が良くて結婚するときに父親から秘訣を教わった。旦那は所詮他人、ちょっとしたことで壊れてしまうから、誰よりも大切にしなさい。子供や親は血のつながりがあるから、簡単には離れないし子供なんてどんなことがあっても愛しいもの。 でしょ恥ずかしいことも話す。父親だったけどずっと肝に銘じてる。うちの父も同じこと言ってたな。私が結婚するときにいきなり、お父さんは子供たちをすごく愛していたけど、一番大事に思ってたのはお母さんだって、確かに仲良いとは思ってたけど、そんなこと考えてたなんて、びっくりした。私も父と同じような考え方の夫と結婚したよ。うちの旦那は他人なんて言われたら悲しい。 とか言ってたけど大事にしてくれてる笑い。父親と似た人と結婚するっていいのはよく言うよね。自営業で四六時中一緒にいるのに、休みの日は一緒にドライブ、二十四時間一緒にいても平気。死ぬ時は同じ日に死にたい。そして生まれ変わってもまた夫婦になりたいです。人と本気で向き合うということを教えてくれたのが夫、ゆえに一番大切な人子供と、 一緒にないと落ち着かない。夫のいない日々なんて考えられない。夫が体を壊るのだけが怖い。いつかどちらかが先に死ぬとか考えたくない。結婚16年目です。うちは、ありがとう。の返事は、どういたしまして。より、こちらこそ、の方が多い。この時、ほんわかするね。ネットもリアルも旦那の愚痴ばっかで聞いててうんざりだから、仲のいい夫婦がこれだけいるのなんだか嬉しい。 この時幸せに満ち溢れていて、呼んでいると私まで幸せな気持ちになる。うちは修復不可能なくらい夫婦仲冷え切ってるから、みーあの幸せを分けてもらって、幸せな気持ちにしたろっと。一人じゃ寝れない。寝れないってほどじゃないけど、旦那が何かのようで外泊してると夜寂しい。めっちゃわかる。旦那の匂いのついたトレーナー着たりしちゃう。休日が楽しみ。 ランチどこ行こうか前日に考えるの楽しい。わかります。明日どこ行こうかって話してる時間すら楽しい。明日休日だったのに、半日仕事入った。と、夫から連絡入って悲しい。私がパート休みだと旦那も仕事なるべく休んでくる。自営でかなり自由聞くから意味もなくいつも一緒にいるよ。私が土日仕事だから旦那が有給の日にお出かけするのが楽しみ。 平日は学生少なくて静かで空いてるから良い。楽しみじゃないから、我が家は仲良くないんだな、納得です。休日どこにも出かけなくても旦那と、のんびり過ごせるってだけでもちょっと嬉しい。喧嘩はしない、とか喧嘩はするよ、するけど長引かせないように、お互いに自分の悪かったところも認めて謝るようにしてる。喧嘩もするけどちゃんと仲直りもして、喧嘩前よりもっと仲良くなる。 俗にいる喧嘩もスパイス的な。普通にするけどよく聞くみたいに、離婚よぎるほどのはしないと思う。実家の家族と喧嘩するのと同じ感覚。喧嘩するけど仲直りも早い。ネット上でよく見かける。3ヶ月くらい口聞いてくれない。みたいなことはない。おてていつでも繋ぎたくなる。結婚して10年経つけど、たまに2人で出かけるときは、自然に手をつないでしまう。繋がないと落ち着かないかも。 手は繋がなくても早朝の出勤時によく見かける散歩してる老夫婦をいいなと思う仲良くないと早朝から一緒に散歩行こうってならないよね親友のような存在もし旦那が同性でも親友とかになってしょっちゅう遊ぶだろうなって思うすごくよくわかる親友気楽な存在で一番の同志のような感じ 昔から好きなもの似ているし、今でもくだらない会話できるのありがたい。とにかく早く帰ってきてほしい。毎日会ってるのに早く会いたいとか LINE もしてる笑い。うちは私の方が仕事の帰りが遅いので、早く会いたくて速攻帰る。わかる。コロナ禍で残業も飲み会もなくなって私は嬉しい。前は、今日飲み会。って連絡来ると寂しかった。わかる。 結婚10年以上経つおばさんだけど、早く帰ってきてとか、大好きだよとか LINE 入れちゃう笑い。同じだ、ね。毎日会ってるけど、早く会いたいよね。帰ってきたら私は犬みたいに喜んで、夫もニコニコしてて毎日楽しい。家事分担決めたり、家のルールを決めたこと一度もない。うちもそうだ。ルール決めなくても気がついた方がやるから揉めない。 うちも気がついた方がやったり、もしくは二人で家事放棄して晩酌しちゃったりする。確かにうちもちゃんと決めてないかも。大体のことは一緒にやってる手は消して、そしてお互い相手ばかりにやらせたくないから、自分の方がって頑張る。だから揉めることがない。大型連休は旦那がずっといてくれるのでめちゃくちゃ嬉しい。連休終わりが寂しいよね。美味しいもの見つけたら、相手にも食べさせたい、と思う。同じく。 私もどこでかけても、これ夫好きそう。で、何でも買って帰る。それを美味しそうに食べる夫見てると、愛おしくて毎回抱きしめてます。うちはいろんなもの半分こしたり、食べたことないカップ麺とか、違う種類にして、味見しよう。って交換したりする。面白い YouTube 見つけたら LINE で送る。楽しいことや笑いも共有したい。とにかくいつも一緒にいて、笑ってる。 旦那の出張が憂鬱。旦那数ヶ月出張週末は帰ってくるで、寂しくて全身陣麻疹でたい、老後が楽しみ。結婚20年目だけど、旦那が死んだら、自分も死のうと本気で思っている。激しく同意。マジで抜け殻になると思う。生きていけないと思う。そしてマジくだらんけど、たまに旦那か私が死んでしまったら、 いている心配なもをそうして、旦那も私も悲しんでる姿を想像して泣いてしまう笑い。夫に私より早く死なないでねって言い続けてるや、寂しすぎて生きていける気がしない。私は逆、悲しませたくない。私も逆、死ぬまで幸せにしてやるぜって思ってる。多分私いないと生きていけないもの。私は悲しませたくないから私が見取りたい。 でも旦那も同じ考えだから結局長生きしようと健康に気を使ってる。こればっかりは本当難しい。先に行くのも見送るのも辛い。何よりどっちにしろ。夫がいない世界に一人取り残されるのが一番寂しくて怖い。想像しただけで涙出てくる。信頼し合っている。相手の考えていることが結構わかる。同じタイミングに同じこと言う。 あるある。なんか言ったら、それ今言おうと思ってたよ。それ今考えてたよということが頻繁にある。食べたいものが一緒の周期で来る。今日、丸食べたい。私も、見たく。言葉だけじゃなくて、同じタイミングで同じ歌歌い出す時もあったりね。干渉し合わない。皆さんいかがでしたかこのチャンネルでは、 今後も面白い情報をまとめていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。